スティーブ・アシームはアメリカ合衆国のヘビメタルミュージシャン。デスメタルバンド D サイドのドラマーとして著名。D サイドでは作曲においても中心的な役割を担っている。アシームはパール、パイステ、ファーター、アクシズとエンドーズ契約している。また、アシームは銃のコレクターとしても著名で D サイドのライブ DVD、ウェン・ロンドン・バーンズで そのコレクションを見ることができる。ドラムセットを担当することがほとんどであるが、D サイドのナインスアルバム、ティルデス・ドゥ・アスパートでは全曲リズムギターを担当し、一部ではリードギターも担当している。1987年に AA モンをブライアンとエリックのホフマン兄弟と共に結成。その後、グレン・ベントンが同バンドに加わり、 1989年よりバンド名を D サイドに変更して活動するようになる。以降 D サイドをメインバンドとして活動する。D サイドの他にはカウンシル・オブ・ザ・ホールンにも参加。バンド名がオーダー・オブ・エネットに変更されてからも引き続き参加している。またエビル・アミドストにも加入したもののデモ音源に参加した後に離脱している。 2008年オーダーオブエネット2010年アンエグザミネーションオブビーイング。ありがとうございます。